はいどうも、テケテケです。はい、とつて、はい、ちょっと今深夜の3時なんですが、急遽情報が回ってきたので、今緊急動画収録してますが、まあ、ちょっと昨日夕方に1年に1回のマックを大量に食べて、で、さっきまで眠いながら編集してて、まあ、今深夜やっとその動画が完成したんで、明日のね、夜にまたマック動画はアップしようと思いますが、そんな中ですね、こちらランゼロセカンドシーズンを記念して作ったディスコードサーバーの方ですね、まあ、いろいろ情報が提供される場所になってますが、まあ、その中でゲーム内の立ち絵アンケートにて見たことないキャラクターが出てきたということで、はい、ちょっと見ていきたいと思いますが、はい、こちらですね。全く見たことないですね。いや、これ完全に新キャラのネタバレ、運営さん自らアンケートの中で一般公開で大々的にやってますね。いや、で、なんかまた壊れそうな見た目してますね。ちょっとこの手足の、ちょっとクレオパトラちゃんみたいな、まあ、王族のトップクラスの副将なのか、まあ、背景なんかを見る限りは、神様とか女神系の可能性も感じられるような、この立ち絵。まあ、今、竹見和地ちゃんなんかがね、昨日の動画で新たに入った白バフとか罪悪状態をまとうキャラクターなんじゃないかって考察をちょっとさせていただきましたが、まあ、竹見和寿ちゃん見た目的には武将なんで、意味称は別の日本の軍神から選ばれるんじゃないかみたいなね、意見がちょっとあったりして、でこのキャラクター見てもらうと、なんか後ろに弓っぽいものが見えるんですよね。これ弓章ですかね、ワンちゃん。で、だとすると、はい、昨日の考察動画でちょっと話させていただいたこの吸爆ですね。罪悪吸爆、まあ、受けるダメージがカットされる、まあ、耐久がアップする機能と一緒に弓章に会心攻撃される確率が 25% 増加すると、まあ、弓章のクリ率をアップさせてクリティカル連撃の強烈な連撃アタッカーになるんじゃないかっていうような予想をさせてもらいましたが、まあ、これが今のネタバレした立ち絵の副将ちゃんのスキルに絡んでくるんじゃないかなと、ちょっと予想されますよね。まあちょっと私的にはこれ竹見和地ちゃん、まあこのイベントキャラクターの竹見和地ちゃんにつくのかなと思ってましたが、運営さんにこのタイミングでそんな弓の見せ方されたらそっちなんじゃないかなと。移行の方はまあ小職につくか、まあ竹見和地ちゃんにつけて小職と竹見和地ちゃんのコンボで、まあ蛍火との重ね掛けで聖護バフ毎ターン解除するような機能に、まあ、してくるかなと思いますが、でちょっと昨日話してたこの特殊状態のこの雷系に関しても蛍っていう字がついてるんで、もうこれも小職者につくダメージカット機能とクリ率増加機能なのかなというところで、ちょっとここね、竹見和地ちゃんじゃなくて小職者につく可能性ありそうだなってとこではありますが、まあなんかでも、まあなんなら小職ちゃんと竹見和地ちゃん2人ともについて、まあ雷の竹見和地ちゃんと蛍の小職ちゃんの2人の共通の白バフみたいな熱い展開かもしれませんね。まあなんでここら辺は多分イベントキャラクターにつくかなってとこなんですが、はい、この罪悪吸爆だけ何やら違う匂いを感じざるを得ないということで、まあ、もしかしたらですが、竹見和地ちゃんはイベントキャラクターとして、まあ、来週ぐらいに実装されて、でその1週間後月末の運営さん一押しの、まあ、ぶっ壊れ副所ちゃんの枠に今のネタバレしたイラストの弓章キャラクターが別途来るんじゃないかと、はい、っていうような可能性がちょっと出てきました。まあ、ただ言ってもずっと先の実装予定の副所ちゃんのイラストかもしれないので、まあ、これだけだと何とも本当に言えませんが、いやこのイラストの力の入り具合なんかもちょっと強そうなんですよね。この弓のとこに刺さってる垂直方向に向いた矢のデザインがおしゃれ。はい、ということで、まあ、今日は1年に1回のマックを食べながら飲みながらの動画を1本収録した後で、だいぶ酔っ払った状態での収録になってますが、ちょっとね目が覚めるような情報だったので緊急で動画収録させていただきました。いやちょっと見た目的にもかなり好きなんで、これ楽しみですね。はい、ランゼロサーバーに上がった新着情報でした。はい、それでは。